どうもどうも。うん。おはようポッさん。少し散歩します。今は朝7時。いや、気温は今23度なんで結構涼しいですね。ちょっとね、もう昼間になるともう暑すぎて動きたくなくなるんで、朝のうちに、散歩しておこうと思います。今日は磐梯山が綺麗に見えますね。そういえばここの山田電機閉店するみたいですね。なんかあっちの神戸市の方のになんか移転されるみたいですね。そしたらもう少し立派な店舗になるんでしょうか。いやー、しかし緑が綺麗ですね。すごい、前の時とここほぼ更地だったのに、すごい家とかアパートとかめっちゃ建ってる。うん、うまい。これ甘くないのがいいですね。甘いと余計喉が渇くから。いや、しかし日陰に入ってると全然涼しいですね。やっぱ湿度が低いのかな。もっとジメジメしてるかと思いましたけど、全然そんなことなく、まあね、日に当たれば暑いんですが、影になってるところにいるとね、めっちゃ涼しいですよ。いい休憩になる。座る場所があればなおいいですけど、だいぶここで復活できそう。ちなみに気温はだんだん、でも24度か。まあだんだん上がってきてはいますが、めちゃくちゃ暑いわけではないですね。うわ、なんかすごい混雑してる。会津、やっぱり人はいないですけど、車の量はすごいっすね。なんとか、かろうじて日陰になってますね。ちょっとワークアウト、これ途中からでしたけど、56分で3キロ。多分ね、7時ぐらいから歩いてたんで1時間半ぐらい散歩してきましたね。まあでも日陰で休憩したりしてたので、その分もあるかもしれませんが、結構歩きました。お、すごい、6000歩も歩いた。あ、やっぱ結構暑いですね。バッテリー繋いでなかったんですけど、よし、暑。ちなみにこのベルキンの2メートルの USB-C ケーブルでここの電源まで繋いでました。やっぱ2メートルぐらいあると延長ケーブルなくてもある程度の位置に置けますね。前までは延長ケーブルを駆使して頑張ってやってたんですけど、やっぱ長いケーブルは1本必要です。PC とか使うときにも楽だしね。おう、
一緒に、こうちゃん。ポイコ、ご飯は？ということで朝食です、コーヒー牛乳とベーグルとサラダ、赤玉ねぎのドレッシング。すごい美味しいそれ。どっかの喫茶店で作ってるやつ。本当喫茶店のって書いてあるね。あ、うまい、まろやかベーグル。ほら、ハムと卵だけ。ハム、卵、キャベツ。あ、バジルも入れればよかった。あとチーズ。うまい。ベーグルバーガーうまいです。インコさんも食べ始めました。食べるのね。ベランダから取ってきたパセリ。バジルです。あ、バジルか。パセリ、バジル。はい。よいしょ。火を食っちゃおう。え？何？待って。これちぎって挟むんじゃないの？まあいいけど。茎硬くないの？あ、そうか、茎取んないといけないのか。食べられるけど、硬くないの？うん、うまい。じゃあいいんじゃない？うん、うまい。ここはここで好きなのね。うん、うまい。これこのアンカーのテーブルタップ使ってて本当便利だなと思うのは、あのこうやって、充電しようかなと思った時、タイプ C のケーブルで充電する時って必ず AC アダプターが必要じゃないですか。だから充電始める時にケーブルと AC アダプターを取り出して、 AC アダプターを挿してそこにケーブルを挿すっていう動作が必要なんですけど、これここに直接 USB-C の端子がついてるんで、もうここに、ケーブル差し込むだけで、充電が開始できるっていうのはめちゃくちゃ楽です。さて、網戸の掃除をしようと思います。網戸結構汚いんでね。このスポンジ、水で湿らされたスポンジで一回拭いて、で、その後に、タオルで水拭きすると、網戸綺麗になります。結構こんな感じで汚れてるんですけど、濡れたスポンジで拭くと、結構綺麗になります。ホコリとかもいっぱいついてるし、なんか、網戸自体の色も若干グレーっぽい色だったんですけど、拭くと黒色に変わります。かなり汚れてますね。で、最後にタオルで拭くといいって言ったんですけど、スポンジでやった方がいいかもしれないですね。スポンジの方が水いっぱい含めるので。で、そして結構汚くなります。網戸って汚いですね。さて、窓拭こうと思います。ガラスマジックリン。残りが少ないね。途中でなくなっちゃうかもしれない。2ヶ月ぶりの運転です。2ヶ月ぶり。
ちょっとすごい来るのが道が分からず大変でしたが、なんか B キッチンっていう養蜂所のカフェ的なとこらしいです。最近できた場所、すごいすごいとこにあるんだよね。そこのすごい細いとこ通ってきて、あれ鍵閉めた、音鳴ってない。 B キッチン、いや暑い、33度、すごい、なんかめっちゃおしゃれな感じ、コースみたいな感じなんだね、すごいおしゃれ、なんかめちゃめちゃおしゃれな感じ、すごいね。ここもなんか全部鏡ガラス張り、すごいね。斜め天井がすごいおしゃれ、なんか蜂蜜の味見らしいです。すごすごい、ピザ来ました、めっちゃ本格的なやつ、匂いもすごいし、どうぞ一枚。なんかやっぱり本格的だから普通のやつと全然味が違う。ハニートーストも来ました、すごいね。ここで蜂蜜を売っているみたいです。でこれ本当だ、あれ近づいたら刺されるのかな、あんな外に出てるんだ、中にいるのかと思ったけど、いや中にいるんじゃないの、え、なんか外にいない、あんなの初めて見た、すごっ、あ、なんかこっちが正面っぽいですね、さっき裏から入ってたんだ、すごいおしゃれ。蜂蜜買ってしまいました。また味見もさせてもらって、結局思ったのじゃないの、うん、うちにチーズがあるんだよ、うん、チーズがあるの、北海道のなんとかって、あ、そうなんだ、食べたでしょ、あれがまたあって、それちょっと楽しみだな、それと一緒に食べました、高いやつとか8000円とかするんだよね、すごい、なんか蜂蜜にね、あんな味違うものだと思わなかった、面白かった、そう、食べ比べした時もなんか若干の違いかなと思ったけど全然違うんだもんね、うん、いやすごい、奥が深いです。はい、スターバックスです。モモフラペチーノ、エスプレッソアフォガードのグランデ、やっぱりエスプレッソアフォガードうまいです。やっぱ夏はこれだな。うん。すごい迷ったけどこっち飲んでみたかったんだよ。でも本当夏になるとこればっか飲んでる。ここら辺にヤマダ電機が来るんだ。このホンダの奥とかかな。どこにできるんだろう。え、もう建物建ってるの？あ。でっか、あ、めっちゃでかいじゃん、へー、すごっ、すげーじゃん、へ、道の駅、湯川です。豊漁系になるからね、ミニこぼしコーン増量したら、増量あと2個買っていこうかな。すごい、なんか結構デカめのドライフラワーというか、フラワーなのかな、これは、これ家のインテリアにすごい合いそうなので買っちゃいました。めちゃデカ、これはちょっと楽しみだな、家に持ってたら思ったよりも大きいかもしれない、でかいと思うよ、すごい、うん、今回車で帰れるからね、絶対自分じゃ一人じゃ持って帰れないけど、いい感じ、座席が奥に舞う、迷惑
ユニクロベルトを選びに来ました。今回忘れちゃったんでね。これすごっ。よいしょ。あ、涼しい。うん。おーちゃん、ごめんね、遅くなって。ただいまちょっと待っててね、洗濯物入れたりしちゃうね。おーちゃん、すごいっしょ、これ。離れてから大丈夫や。いやだって言ってる。やっぱいいんか。痛かった。88×9g だね。もし、まあ、お利口でした。いっぱい食べたね。88、9ぐらいかな。はい。はい、どうぞ。ちみにユニクロではいつもの靴下買ってきました。4セット白い恋人、北海道のお土産です。失敗した。はい、あげる。いいよ。私もっと失敗するから。おー、うまそう。いいね。美味しい。ホワイトチョコの感じがいいね。もっとできるかな。お、夕日がいい感じ。ちょっとですね、さっきのドライフラワーでこの中が汚れたので掃除しに来ました。あ、吸いますね。うん、お、綺麗。今めちゃくちゃ綺麗なんじゃないですか。何騒いでんの、ポーさん。大変な鳥だな。ポー、あ、逃げた。あ、バレた。バレたね。すごすぎる。すごい鳥だな。あ、終わっちゃった。やばい。隠れよう。入るのか、ポーさん。ご飯です。おい。たっぷりご飯。やばいな。どこら辺でいいか分かんない。これがスープか。と、サンマジロ。お、サンマジロ美味しいんだよね。こっちがお母さんがいない分の牛丼です。今夜は牛丼です。うまそう。美味しいよと。どうしよう。梅雨だく？やべ、上狭いんだよな。ここだと。おお、美味しそう牛丼。いただきます。
はい。あ、まずサンマスープ。うん、これはうまい。うん。あ、うまい。うまい。あ、ちょうどいいね、味。うん。牛丼うまいです。じゃあな、ホゲちゃん。あ、怒ってる。よし、今日はちょっとゆっくり浴槽に浸かります。風呂上がりはアイスだな。おい、中に外が抹茶で中にあんこが入ってんだ。うまい。